久保さんまあ、今回はね、やり残したことはないんですかにしましょうかやりこ。やり残したことはないんですかと。僕があの5年前、あの6年前、<laughs> まあの会社を、まあ、辞めてね、辞任まあ、社長退任して、ね、グループ会社の社長退任して、会社辞めるときにお客さんに言われたことが、吉永さん、まだその会社やり残したことないんですかと言われましたけど、あの、いや、なんだ、あのないですね。 ま相当やっ,たんでっていうかまあ人生のやり残したことが腐ることあるんですよだってそりゃそうっすよね10年間なんか、ね、カップラーメン食いながらねあの寝泊まりしてね自由になりますって書いてて、ね、僕は会社に泊まり込みで全然自由じゃなかったわけですよもうその劣等感というかねメルマガではパソコン時代で自由になりますって書いてましたけど全然自分自由じゃないわけですよ <laughs> もう会社が家だったしうーんまあ佐藤のご飯とかね あの缶詰食ってね、アスクルで缶詰、砂糖のご飯買ってましたよ、ね。カップラーメン以外にも。まあでもそんな感じでやってましたよ。ね、寝袋で寝て。<laughs> そうで寝袋からあのドンキ・ドンキホーテでトゥルースリーパーもどきを買って、まあ、トゥルースリーパーもどきで寝てた時もありますけどね、最後は。まあ、よかったですけど。<laughs> もうね、人生でやり残したこと、めちゃめちゃあるわけですよ、そんなのは。 うん、だから僕は今、人生でやり残したことを今、やってます、うん。会社でやり残したことは僕ないですね。1ミリも。だって僕以上働くやついないですもん。これ自信、もう100%自信を持ってね。前の前職の会社で僕以上働くやつは絶対現れないっていう自信しかないです。マジで。これね、あのー、マジで声を大にして、絶対的な自信があります。俺以上、前の会社、まあ他の会社はわかんないでしょ。 他の会社じゃなくて、この会社で僕と同等、僕以上に働くスタッフが出てくるか、多分出てこない。これは言い切れますね。ぐらい相当骨身削って僕は会社と一心同体のごとくやったんで、それはマジで心から自信を持って言えますよ。うん だって普通の会社でもやって、まあそ多分ね、その人もやってないと思うんですけど、会社にね、1ヶ月間寝袋で寝泊まりしてね、やったりとかね、あるんですかと。まあ1ヶ月じゃないですよ、僕は。まあ連続は1ヶ月とかあるんですけども、まあそれはね、1日2日帰るとかありますけども、まあまあまあ10年間ほぼ会社でしたから僕は、10年以上ね。うん。そんな生活まあまあないですよ、多分。普通にサラリーマンやっててまあないですよ。 でそこからやっぱ役職も上がってね部長になってで社長になってっていうでその社長のポジショニングでも僕はあの寝泊まりしてましたからそうだからまあ多分ね僕はまあ人になんと言われると俺,俺よりやってねえでしょっていう話で <laughs> 俺はやったから人生最後んやり残したことやってんだって話で <laughs> だから車も買わせてくれよって話でね別にそやってこなかったわけじゃないからね なんか楽してくるなんか今回もね車こう買おうとしてるのかっていうともうやってきてんだからいいでしょうっていう、ね、それに指さしてくるんだったらじゃあ俺ほどやってから来いっていう話ですねだから僕は本当自信を持って自分の今あやり残したことをやってます最後死ぬ前までね、うん、自分が描く人生自分が描くドラマをもうあの実現しています 今までは実現できなかったっす。ね。空想でした。妄想でした。まあ、メルマガで書いてましたけど。現実はカップラーメンと砂糖のご飯ですよ。そう。寝袋ですよ。景色変わんなかったっす。全く景色変わんないです、ね。だから会社ずっと一緒じゃないですか。<laughs> 吉田さん朝っすよ、みたいなね。時にはね、スタッフに起こされるみたいなね。<laughs> 吉田さん朝っす、みたいな。ああ、みたいなね。<laughs> いや、ほんとね、会社が家でしたね。うーん。 だからまあうーん、その分の僕は空白の10年とか呼んでるんですけどそこ,全く、まあ、そ,そこもね、まあ、会社でいろんなことがあったんでそれもドラマなんですけど人生のドラマじゃないですよ会社のドラマなんですよ。 会社を大きくしていく。ね、最初はその恵比寿マンション604号室のちっちゃいワンルームで始まったわけですよ。そこからどん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 会社が大きくなって、最終的にはビルのね、フロア、でかいフロアで2フロア借りて、あすごいなと、最初恵比寿マンションの604号室のこのちっちゃいところが始まってね。でそこからだんだん成長していってっていう。だからそれは会社のドラマであったと。で、その会社のドラマを今まで僕は作ってきたけども、今度は自分の人生のドラマを作りたいと。 いうところで今ドラマ作りですよ自分の人生の <laughs> うんま何のドラマを作るかあなた次第ですね行ってらっしゃい。